ピンクポップフェスティバルはオランダのラントフラーフで毎年開催される音楽フェスティバルである。毎年ペンテコステの週末3日間で開催される。主催はビューロピンクポップ。1970年に初開催され、毎年開催される音楽フェスティバルとしては世界で最も古いフェスである。2019年で50回目を迎えた。1970年に初開催。 1994年には6万人が動員したため1995年から2日間、さらに1997年以降3日間の日程で開催されている。2006年から2011年まで6年連続でチケットが完売した。これまで35年間で延べ150万人が動員された。ピンクポップは世界で有数オランダでは最大のロックフェスティバルとなった。 2008年ピンクポップは初めてペンテコステの週末に開催されなかった。これは2005年のペンテコステの週末が早すぎたために人気アーティストをフェスティバルに出演させることができず売り上げがかんばしくなかったためであった。2008年のピンクポップはこれまでで最大のコンサート動員数を記録し2010年、2013年、2015年、 2016年も同様の理由で日程を変更している。ピンクポップの名前の由来は2つの部分から構成されている。ピンクはオランダ語のペンテコステに由来し、ポップはポップミュージックに由来する。ピンクポップのロゴのは英語の単語ピンクと人形を意味するオランダ語のポップを組み合わせて作られた。ありがとうございます。